皆さん、こんにちは。自信の勝負レースを紹介するうまい勝負レース、今週の予想家の前田一太です。私の今週のうまい勝負レースは、オパールステークスです。今週は G1 こそないものの、まあ重賞はいくつかあるんですが、あえてこの土曜日のリステッドのメインレースを選んだのは、私の使っている独自理論のトリプルバイアス、これを最も活かせるレースかなと判断したからです。そして次に当てるだけなら、まあ正直毎日王冠の方が出やすいかなとは思っているんですが、硬いレースより、波乱のレース、そういうレースの方を皆様に、伝えたいかなと思って、このオパールステークスを選びました。このレースは場合によっては波乱も起こり得るのかなと思っています。ということで、オパールステークスについて話していきたいと思います。このオパールステークス、前有利になるのではと思っています。その理由としては、阪神の開幕週、そして何よりこの10月、11月、12月と3ヶ月連続開催になる競馬場の開幕週だということです。どういうことかというと、やはりこの3ヶ月連続で、開催するわけですから、かなりの負担が後半になると来るということはもう目に見えてわかると思います。JRA の馬場増援化も分かっていると思いますし、だからこそ最初から綺麗な馬場を作ってくる、要するに前が残りやすい馬場を作ってくると思います。実際京都が改修工事に入ってから立東側、例えば阪神とか中京とか小倉とか、よく開幕週ですごく早い時計、綺麗な馬場を見かけること増えていると思います。特にその中でも今回は3ヶ月連続開催になるわけですから、かなり前有利になると思っています。次に展開なんですけども、逃げ線後馬が少なく前有利の流れになりそうなレースです。馬場もかなり前有利になりそう、そして展開もかなり前有利になりそうということで、このレースは前残りの一打一打を期待できるレースになるのではと予想しています。ということで逃げ線後馬の馬を中心に組み立てていくレースでいいと判断しています。以上のことから注目したい馬は4頭ほどいます。まず1頭目がベントボーチェ。この馬はデビュー以降常に全コーナーで4番手以内を前々で運んでいる馬です。一度も馬券を外したことはない馬で、上がり馬ではあるんですけども、前走はもちろん勝ち上がってるんですが、その前の2走前、約1年ぶりの休み明けで出走してきたこのテレビ裕福島賞、これがすごく内容が秀逸だったなと思っています。着順は3着でしたけども、このレースかなり差し有利のレースだったと思います。前後半 33.0、35.3 の、ラップバランスでかなり速いタフな流れになったと思います。結果的にも 1,2 着馬は差し追い込み馬でしたし、さらに 4,5 着馬も追い込み馬だったんですけども、その中で先行して3着に残したこのベントボーチェ、着順よりかなり評価できる内容だったのかなと、負けて強しのレースだったと思います。条件上がりではあるんですけども、ハンデ戦ということで頻尿的にも55キロで通用してもいいと思いますし、何より今回の前有利の展開と馬場を活かせる客室ですから、やはり注目すべきだと思っています。次に、注目したいのがヒロイックアゲンですね。この馬の特徴として前々で運んだ時はかなり好走確率が高いということです。どういうことかというと、芝のレースで4コーナー4番手以内、これで運んだ時の成績が 2,8,0,3 です。この連帯外した3回というのも全て掲示板4着もしくは5着で、馬券を外した時の参戦は全て負けても勝ち馬に 0.1 差だということですね。要するに本当に芝のレースで前々で運んだ時はかなり安定しているということです。その前の UHB 賞なんかもまさにその感じで、4着ではあるんですけども、勝ち馬には 0.1 差のかなり僅差でした。やっぱり芝を前々で運んだ時は安定している馬だと思いますし、今回展開がね、前に行く馬が少ないですから、金層常に2桁人気の馬ですけども、今回前々で運べれば一発穴を開ける可能性はあるのではと思っています。そしてまた注目したい馬は大名富士ですね。この馬もやっぱりどちらかというと前々で運んだ方がいい馬だと思います。特に逃げた時のレースは結構内容が良くて、例えば函館スプリント、これは重賞でしたけども、果敢に逃げて10番人気2着になりましたし、20年の名鉄杯、これもダートのレースでありましたけど、逃げて3馬身差の圧勝しました。今回逃げ馬がいないメンバーですから、もし万が一逃げることがあると一発あっても不思議ではないのかなと思います。厩舎カラー的には休み明けあんまり得意な馬ではないんですけども、
今回もともとはスプリンターズステークスを予定していて、除外でこっちに回ってきたようなので、かなり調教がねいいかなと思っています。このまま年齢も7歳なんですけども、7歳にして、1週前追い切りにて自己ベストを更新してきました。今までは立冬ハノで 52.0 という全体時計が自己ベストでしたけども、今回は 0.5 更新するもの、内容的にもコバ2勝クラスのものを 0.5 秒追走して 0.6 秒先着するという内容でしたから、かなり状態は休み明けでもいいのではと思っています。なので前々で運べれば、鼻に特に行ければ面白いのではと思っています。重賞ではちょっと凡走も多い馬ですけども、リステッドではね高走も多い馬、例えば4走前のカーマンもそうですし、19年の UHB もそうですし、まあ18年のラピスラズリーなんかもね、まあリステッドオープンでは力ある程度通用している馬なので、前々で運べれば、そして逃げれれば面白い馬かなと思っています。そして次に注目したい馬がザボアールエメですね。この馬なんですけども、もともと若い頃から、素質は見せていた馬なんですが、まあなかなか本領発揮できなかったかなと思っています。ただここ金走2戦ある程度流れに乗れるようになって、10番人気3着と10番人気1着になってます。この馬の芝の戦2での成績を見てみると、4戦走ってるんですが、まあ時計のかかる馬場、1分10秒台のレースになった淀屋橋とバーデンマネーカップ、これは凡走しているんですが、1分8秒や1分7秒9になった、金2走の戦2戦ではこれ好走しています。阪神の開幕週、綺麗な馬場、早い馬場になると想定していますから、この傾向はいいんじゃないかなと思っています。昇級初戦ではありますけども、51キロになりますし、前走のように前々で運べればかなり面白い存在になるのでは、穴を開けてもいいのではと思っています。以上4頭を注目馬として紹介させていただきます。おそらく紹介した半分以上は穴馬の扱いになると思うんですけども、人気数の扱いになると思うんですけども、一発あっても不思議じゃない馬だと思っていますので、ここは波乱に期待したいと思っています。私の推奨したレースオパールステークスの印と詳しい買い目は、当日の天候や枠順などを加味した上でネット競馬うまい馬券で公表いたしますので、ぜひそちらもご覧ください。また今後も予想家自身の勝負レースを配信いたしますので、チャンネル登録をして通知をお待ちください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。前田一太でした。